皆さんこんにちは、イコノスです。皆さんこんにちは、イカノスです。今日から、PVP 用キャラをレベル1から育てていきたいと思います。おお、レベル1からですか？どんな内容ですか？まずキャラメイクから始めて、PVP で使う攻撃、守備のテクニックを練習しながら、キャラもプレイヤーも成長していく動画です。50以下の BG で戦いながらレベルを上げて、最終的にはレベル50以上の BG で戦えるようになるまで育てていきます。おお、そういう動画を待っていたんです。クラスは何ですか？クラスはマジカナイトブレードを使います。動画は前後回の予定で、今回はレベル1から10までのキャラ育成と BG 準備を説明します。いいですね。私も ND メインなので、この動画を見ながら一緒に強くなりたいですね。実際に PVP で役に立つ攻撃や防御のテクニックについても詳しく説明していきます。おお、それは楽しみです。それでは、まずキャラの能力とスキルを設定していきます。チュートリアルをスキップするとレベル3のキャラが誕生します。能力値は、間近に全部突っ込んでいきます。スキルは、ND のクラススキルを3つ取ります。戦士ギルド、魔術師ギルドにも加入しています。そして吸血鬼にもなっています。最初から吸血鬼になるんですか？ PVP 用の ND には、吸血鬼の特性がとても役に立つのでぜひ最初から吸血鬼になっておいてください。ギルメンの知り合いにお願いしようかな。私が噛んであげますよ。あわわ、今度ぜひお願いします。さて、最初は何から始めますか？早速ですが、レベル10までキャラを育てる間に、ぜひ練習してほしいテクニックがあります。おお、早速テクニックですね。フラフラ中攻撃スタンという技です。どんな技ですか？スキルの入力順番としては、軽攻撃キャンセルベールストライクから中攻撃キャンセルベールストライクにつなげる技です。もしかしてアニメーションキャンセル技ですか？いきなりレベル高くないですか？この技は ND の基本テクニックなので、PVE の時から練習して慣れておくと良いと思います。フラフラ状態の時に中攻撃をすると、相手がスタンして倒れます。最初に敵の側面から軽攻撃キャンセルベールストライクで殴ります。フラフラは7秒継続しますので、その間に中攻撃キャンセルベールストライクを叩き込みます。最初の攻撃が相手の正面からだとフラフラにならないので、必要に応じてステルスしてください。PVP でこの技を使いこなせると、とっても強力です。動画の最初からめちゃくちゃ難易度が高いんですけど、大丈夫です。レベル3からレベル10になるまでかなり時間がかかるので、その間に練習してください。いきなりスパルタですね。頑張って練習します。練習は、ドルメンでやるといいです。でも、アリクル砂漠じゃなくて、カソドルメンに行ってください。どこがおすすめですか？この動画では、フラウッドのドルメンで練習してますが、人が少なければどこでも OK です。どうしてカソドルメンがいいの？ PVP キャラ育成には、どうしても戦士ギルドのレベルを上げる必要があるんです。戦士ギルドのレベル上げはドルメンが効率的なんですが、アリクル砂漠だと人が多すぎて攻撃練習にならないです。ですので、カソドルメンで攻撃練習をしつつ、戦士ギルドのレベルを上げてください。ソロでですか？なかなか厳しいですね。ソロじゃなくていいです。数人でやれるドルメンを見つけてください。お、味方も何人かいますね。2人から3人くらいだと、練習もできるし、そこまできつくないので、やりやすいです。ご飯やポーションは必要ですか？マジカ回復が上昇するご飯とマジカポーションがあれば、準備しておいてください。店売りの安いものでいいです。と言いつつ、失勢の宝石っていう贅沢ご飯食べてませんか？あ、バレちゃいましたか。失勢の宝石じゃなくても全然大丈夫ですが、マジカ回復手段を準備した方がいいです。フラフラ中攻撃スタン、かなり良さそうですね。レベル10の BG からいきなりこの技が使えると、相当有利に戦えます。そういえば武器は二刀流ですね。説明するのを忘れてました。武器は二刀流で、レベル4になった時に相談スキルを取ってます。どうして二刀流なの？両手武器じゃダメなんですか？この辺は好き好きだと思いますが、最終的には二刀流の方が武器呪文ダメージが高くなります。なるほど。それと、スキルバーを見ると他にも新しいスキルが登録されていますね。そうです。レベル4で取れるステルスとヒールスキルです。スキル名は、ステルスがシャドウクロークで、ヒールが大なる捧げ物です。レベル4でそんなにたくさんスキル取れるんですか？ドルメンに移動しながら、スカイシャドウを集めてください。それでスキルを取っていきます。なるほど、他にはどんな準備が必要ですか？タイミングを見て、ムンダスを取りに行ってください。何がいいのかな？最初は戦士がいいと思います。レベルが上がってきたら、影座に変更しますけど。装備はどうしてますか？ドルメンで適当に拾った装備を使っていれば大丈夫です。レベル10になって BG に行くときに、また説明します。なるほど。ところでフラフラ中攻撃スタンはボスや一部の敵には効きませんね。ボスやでかい敵には効きませんが、プレイヤーには効くので安心してください。と言っても、一度フラフラ期間が過ぎると15秒間フラフラになりませんし、スタンした後も7秒間スタンしません。なるほど。あ、そうそう一つ重要なことがあります。ドルメンのボスを倒した後、ピニオンのアンカーを必ず自分で作動させてください。どうしてですか？戦士ギルドの経験値が20ポイントももらえてお得です。競争相手に負けないように、アンカーの前で連打してください。ということで、あっという間にレベル10になりました。もうですか？早いですね。フラフラ中攻撃スタン、マスターできましたか？いや、まだマスターできてません。これからカカシで補修です。できるだけ NPC の敵で練習した方がいいですよ。PVP だと敵はもっと動き回るので。厳しいですね。でもこれをマスターできればかなり強くなれそうな感じはします。頑張ってください。ところで、レベル10になって、スキルバーに登録してるスキルは全部変にできました。次の動画では、この5つのスキルを使って BG を戦っていきます。おお、いよいよですね。次の動画、楽しみに待っててください。